今回初参加となったウォンバストーナメントは夏休みを利用して家族全員で出発、心強い応援団を従えてのラスベガス入りとなる。宿泊の拠点ラスベガスから車でおよそ1時間、砂漠に囲まれた国道を走りレイクミードへと向かう。ウォンバストーナメント開催地となったレイクミードはネバダの砂漠をえぐり取って流れるコロラドリバーをせき止め出来上がった広大な人造湖である。うわ、水きれいやな。これは南部のトーナメントエリアにない水やな。お、ブルギルがいっぱいあるな。そやけどあれやな、みんながゲリアラが言うてたみたいなこうクリア、そんなあれちゃうな。沖ノ島の水が一番きれい時ぐらいかな。はい、今回ねこのラスベガスにあるレイクミードね、ここで、ウォンバスっていう、トーナメントにね、ラスベガスオープン、あの西海岸ではまあ言うたら BSS のメガバックスについてね、大きな賞金が出るやつ、一等賞が5万ドルです。それにレンジャーボートのフル装備ね、全部で7万5000ドル分ぐらいを言わせるチャンスやねんけども、日本でね先に手に入れた地図を、それから自分が今地図でずっと選んでたエリアでね、そこをまあチェックこれから始めます。とりあえず、2日半、もう賞味2日ですよね、プラクティス完璧にできるのが。だから今がちょうどね、普通の人が出張るのから比べたらちょっと遅いんやけど、2時間ぐらい遅いんかな。今午前7時です。今から、夕方の6時過ぎまで、賞味11時間プラクティスをやります。自分の思ってたね、地図から読み出した場所、そこに魚がいるかどうか、とりあえず頑張ります。アメリカのトーナメントは全米各地の自然湖や人造湖、そして川といったさまざまなスタイルに分かれ、日本の数倍にあたる広大なエリアで開催される。まあ、20分走ってるけど、まだ半分も行ってへん。全開で1時間、アメリカと日本のトーナメントを比べるとき、トーナメントエリアの広さの違いが問題となる。限られた狭いフィールドで開催される日本のトーナメントでは、釣り場に精通するスペシャリストが好成績を収めるケースが多く、タイプオブメソッドが重要視される。一方、アメリカのトーナメントではバスのシーズナルな動きをチェックした上で、フィールドの地形や天候条件からバスを見つけ出すタイプオブスポットが成績を大きく左右する。地図を頼りにこの広大なレイクミードで照りつける灼熱の太陽の下、猛暑と戦いながらの根性のプラクティスが始まった。ここはね、今沖に入り出したあのネーユンがね、こういう山の崩れたやつが、だから走ってて急にフラッシャーで1メーターが出たんでね、そしたら沖にちょっとこう島みたいな形で根があったんで、その上をはじめトップウォーターでチェックして、で今はね8メーター、だからだいたい雰囲気的にはね、もう今回のここのレイクミードはね、僕はやっていくのが沖ノ島の夏の釣り、沖ノ島の夏の釣りをやっていこう思って、だからもうメインになるのはトップね。でその次に、ポパイエッグとかクリンクルとかね、スライダーとかの赤いはもうジグヘッドで落としていく。でそれを4メーターぐらいのラインまでやって、で8メーター9メーターはラバージグ。きっと釣れないトーナメントやからね、とりあえず毎日のリミットの6本
それをきっちり毎日3日間抑えたらええとこへ行ける思うから、とりあえずリミット取るのはね、ジグヘッドの落とし込み、それとこのラバージグ、ほんで、でかい魚取るのはきっとトップウォーターのはず。沖ノ島でもね、こうやりきったら午前中に何本かバケモンが出るから、そういうのができるエリアね、やりきれるエリアを探したいと。でもとりあえず広いから、そしてもう南部の湖行っても一緒やねんけどね、どこでも同じように見えんねんけど、とっくにここは木も何にもないから、もう大きな針葉樹とかそういうのが一切なくって、だから見たら見渡す限りなんかもう訳分からへん。さあここはね、15センチぐらいのやつがトップに5、6匹ついてきただけで、予定外ね、ちょっと寄り道をしてしまった。これが今出てきてここへ来たつもりやってんけどな。日本の湖や沼地、ダム湖にも当てはまらない岩礁地が延々と広がり、ストラクチャーらしきものは何も見当たらない。下野プロはシーズナルなパターンをホームグラウンドの真夏の琵琶湖に当てはめ、水深4メートルから8メートルラインを探すチェック法でプラクティスを進める。とりあえずもう広い境ね、景色絞らなあかんから、こういうガレバ土じゃなくて岩がゴロゴロしてるようなところ、そういうところのちょっと面白そうなとこはじゃあ始めトップを通して、であとは魚探見ながら、だいたいもう初めてのとこやからね、どこがポイントやっていうのはそんなの分からへんやから、とりあえず自分が知ってる景色、だから沖ノ島の岩場なんかを考えながら、こういうとこにあったらいてる。おお出た、チビさんが今トップに出た。やっぱりこういうとこにいてんのかな。だからこういうとこを入れていって、で魚がいてるかいてへんかはトップで、もうトップに出る魚はね比較的大きいっていうのを聞いてるんで、だからトップウォーターは全部これこうやって針折ってしまってます。このサミーね、ラッキークラフトのサミーで、とりあえず美味しそうなとこはとりあえずサミーを1回入れて、でこれにでかいやつが出たような場所を覚えていくような感じね。4メーター前後のところ、4メーター前後のところはもうジグヘッドで入れていって、で魚探見ながらちょっとフラットな8メーターとかね、もう周り20メーターとかすぐ落ちていってるから、4メーターの台地と8メーター、そういうのを探していって、もう入れてくるは決めてしまって、私大体今プラクティスでこう狙ってんのはトップウォーターに反応するやつと、本当にもう4メーターのジグヘッド、赤いワームでね、それと8メーターのラバージグ、どれに一番反応がええか、もうだから釣り方はもう決めてしまって、本当にロケーション自体もほぼ決めてしまって、でないとこんな大きいとこ絞り込めへんから、だからもう自分の思ってるエリアっていうのは思い込みで、それが一番正解やねと。だからあとはどの深さやね、どの深さで反応するのか。11メーターって途中で
4メーター、2メーター半から3メーターぐらいでコーンコーンコーン入っていったらもう最高やろな。あーやっぱこの一丁奥のこんな影におんのか。おお、このサイズはよう引くね。おお飛ぶな。およいしょ。あれこれ痩せてるわ。5パウンドラインで。おお13ジャスト。これで1パウンドあるかないかやな。450よいしょ。ほらない。10オンス、13インチでね、10オンス。満足のいくウェイトではないが、レイクミードでの初めてのキーパーポイント、ロケーションを頭に叩き込み目印を打つ。見えます。入れたら食い寄る。見えます。あー溶けたー。見えます。入れたら食い寄る。水深3メートルラインの壁際でミエバスがルアーに反応してくる。地図で予想した答えが2箇所のポイントから返ってきた。あとは同じロケーションを広大なエリアから探しチェックを入れる。1の2。まだ食えとる。オッケー。まだ食えていとる。離せやいかね。でかい。針ないのに。ああ、まだ、まだいとる。言わない、言わないだけだ。外れた。ありないのに。一発じゃない、入れたら。今の13インチあったはずや。ああおるおお、これでた。うん、バス。ジグヘッドのスライダーワームに反応するミエバスは多いが、いずれもキーパーギリギリ。より大きいバスを狙いトップで再度チェックを入れるが、夏の沖ノ島のようにことは運ばず、トップでの反応はいまいち。ああいうのを見たら投げへんわけにいかへん。ああ、加えてはるわ。おお、当たった。加えてはるわ。あらせ。バスやわ。あと3つ。
ちっちゃいバスかな。一匹釣ってみたなったな。これは火上がってからかな。朝一違うて。ああもうゴンゴン持っていってある。ああええやつだわ。おお、ハットさん言うてる通りになってもだ。言うてる通りになってもだ。これは私は我慢できんで言うてる通りになってしまいました。ほら、モテへんか。なあ、うおうおう、来てしもた。うっ、釣ってしまいましたわ。今針なしで当たりだけ取ってて、大きさどんなんか釣ってみたいなとか言うて、あんだけ心に誓ってたのにな。もう今日は釣らへんて。しゃあないね。今日は釣らへんって決めてたのに。あー、2パウンドや。2パウンドバスですわ。あー、しもたー。いつもこれですわ。ほう、あれを全部揃えたら勝てるんですよ。それを私は釣ってしまいました。しょうもないとこにおるな。当たり前のとこ、ああ当たり前のとこに。日が高くなるにつれて気温は急上昇し、半端な暑さではない。日陰はなく風もない。体力の消耗は激しく、次第に集中力も薄れていく。プラクティスを含め炎天下での5日間、アメリカのトーナメントは釣りのテクニック以外に精神力と体力、そして根性が必要だ。今までアメリカのトーナメントでこんなトーナメントしたことないし、大概 BSS で行ってる時はね、朝防寒着ガンガン着るのね。ほんで昼は半袖になったりとかね、普通の時で。ほんでもう寒い時はもう一日も防寒着、ストレージが凍ってあがへんとかね、そんな時しか行ったことないから。僕は暑いのが大嫌いやから、もう偉い、限界に近づいてきてるもん、暑いのの。この中をずーっとあれさ、トップを引こうとしてんやから、なんちゅうパターンやこれは。ほんま、このお湯みたいな水温、これ30何度ですよ。水温30何度が気持ちいい。42度超えて、もうこの火のガー当たってるとこでね、風が止まったらね、45度とかね、48度、とんでもないよ。いや、これで魚釣れへんかって、アホやで、こんなんしてたら。あ、出た。お、出た。お、出た。よっしゃ。よっしゃ。出るね、そやけどね、一中でもない関係なしに。草てなが、ほんまに。でもダメだ、これ風するしね、今ね。出方するでしょ。
これでここのエリアを2時間ぐらいトップ引くのが思い切り引けるようになってな。金のも出んのは出たからな。で帰ってきてね、今日釣ってたとこから35分かな、最後行ったとこから大体40分ぐらい見とかなあかんね、トーナメントの時。なんとかなるでしょ、6匹釣るのは。ほんまは勝ちたけどな。トップにAサイズが出たらね、きっと勝てるかもしれんけど。それで、ここへ戻っていって、ほんでここのマリーナでガソリン入れて。一チャンスで落とすと言ったら、とりあえずほんなそこついたから食うの。いやもうね、キャッシュして落ちたところから食ってきましたよ。だから浅いところから深いところまで全部いって、トン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 と全部どこで落としても、どっかでパーンって追っかけて食うのか、そこにいて食うのか、こんな感じで、トーン。でも今年はなんかあまり良くないね。うん、あまり良くない。8インチ。俺なんか 1.8 でゆっくりゆっくりゆっくり。ノンキーが来ちゃう場所があるんですよ。あ、でもね、場所によって。同じ場所で16分の1でやったんですよ。ノンキー入れ食いになっちゃって。で、入れ替えたら 5g のちょっと早くて、うん、早落とすんかの方がええのかな。今は早い方が、ある程度早い方が反応してる、うん、それで、例えば無風になって照り込んだらちょっと落ちるから、あそこまで30フィートまで9メーターぐらいまで落とす、うん、そうするとその、やっぱちょっと落ちるみたいな。雲が出て波気出すとスーッと行ってくるやつが照り込んで何にもなくなるとちょっと落ちちゃうんですよ。と船のポジションをもう一つ後ろ下げてそこまで落とすと。明日モーラーを芸人にあか。あるある。いっぱいある。6インチ。うん。確かに今回ね180手ですって。だから360人。叩き合いだ。だから3日目はやっぱ結構厳しいよね。アメリカ西海岸を中心に開催されるウォンバストーナメント、ウィナーには5万ドルの現金のほかに3日間のビッグショーにレンジャーのフル装備が与えられ、上位30位まで賞金を手にするチャンスがある。全米ではメガバックスに次いでペイバックの大きいトーナメントとして注目されている。ルールはプロとアマが同じボートに乗り、2人で釣ったウェイトがその日2人のスコアとして記録され、3日間のトータルウェイトで競う。パートナーは毎日抽選で変わるプロアマ戦となる。ね、今日プラクティス3日目はね、もう休んでしまった。ウォンバスはね、パーティーが行さんあるんね。だからもう朝早く出てもそんなに長い時間プラできへんから、お昼からこうミーティングがあったりとか、それからパーティーがあったり。だから今日はね1時半に集合してからさっきのね9時、それまでねミーティングやパーティーやなんやでねずっとあった。本当アメリカ人元気や思うよ。これで明日もう今10時でしょ、これ10時で明日ね、みんな2時には起きてね、ここからだいたい1時間ぐらいかかるからね、ラスベガスの街からレイクミードまでね。
それをみんなこれから3日間、まあプラから入れたらね、1週間それをやり通す。だから本当にアメリカ人の体力の凄さにはね、参るよね。あのパターン見つけたりとかね。ねぶた、4時半ですよ。おはようございます。おはようございます。朝です。思いっきり暗いです。まだ朝はね、この光合灯というこのライト、これをね、ちゃんとつけないと失格になっちゃいます。厳しい、ちゃんとルールあるんですよ。よっしゃ、いよいよこれからトーナメントが始まりますけど、帰ってきた時にあの泣いてないように頑張りたいと思います。では皆さん、また後ほど。バイバイ。はい、ウォンバスのトーナメントがね、これ1日目が今スタートしています。今第一フライトの組がね、スタートしていってるんですけども、僕はね、昨夜あんまり寝られへんかったんですよね。なんかこうガッガッと釣れるみたいな気がね、こうバーッとなってきてね、あの久しぶりにこういうトーナメントね、あの前の晩によしよしよしいう感じで寝られへんトーナメントというのも久しぶりなんで、今日はとりあえず予定通りに自分のプラクティスで見つけた場所へ行って、朝はトップウォーターで勝負をします。結果はどうなるか。 Thank you。おい、行ってくね。おい。プラクティスで見つけたキーパーポイントまで全開でおよそ45分。広大なエリアだけにファーストポイントの選択は特に重要となる。朝一はビッグバスの最も確率の高かったポイントに入り、トップで狙い始める。4メートルラインのトップに反応はなく、少し沖の12メートルラインを 3.5 グラムのジグヘッドで落とし込む。予想は的中し、ファーストヒットはビッグフィッシュの予感。大事な1匹目だけに慎重なファイトでバスをあしらう。おお、狙い通りのポイントから 3.6 ポンドのビッグバスをキャッチし、数分後パートナーにもジグヘッドにヒット。ポイントセレクトとルアーチョイスが完全にパターンにはまり、この2匹で入賞の予感は一気に高まった。Other side, huh? Outside.
Yesterday, I seen maybe 3 pounders, 7 fish. But fish coming shallow, 10 o'clock in practice, deep. Check the line. あと4つやで、あと4つ。Same fish, 6. If 6 catch, we are top.Fish? Yes. Good. プラクティスに比べれば日差しは強く雲もない、晴天ピーカンの状況でシャローのバスは完全にディープに移動。朝一トップでシャローを狙う作戦からジグヘッドでディープ狙いに変更した下野正樹の柔軟な状況の読みが的中。このサイズでキーパーメイクできれば上位入賞の確率は高く、パートナーと2人一体となってゲームに取り組む。グッジョブ、グッジョブ、グッジョブ。何なんだ、こいつは。フィッシュ、フィッシュ、フィッシュ。2 pound 1 ounce. Last two. ギルがね、ブルーギルが嫌ほどいる。もうこのミードはね、餌がないからギルのいるところには絶対必ずバスがいる。シャッドが回ってきたりとかいうのがもう全然、特にこの僕が来てるエリアではそういうのには全然当たらへんし、とりあえずミードのね鍵はね、あ、傷がいってる。ブルーギルですよ。ブルーギルがねたくさんいるエリア、ブルーギルの当たりの間をずっと抜かしてきてで、バスのあたりを取るみたいな。おお、よしよしよし。グッドラン。You are 3 fish, me 2 fish. Your spot, though, you took me to the good spot.
よいしバッバッメイビーメイビーうわーっミスミスやってもうたバレたよ今の半信半疑で合わせてしまったからなここはね、キーパーを取りに来てますさっき僕が6匹目のキーパーを逃がしてしまったんで早くキーパー小さくてもいいからキーパーを取って、トップウォーターで勝負に行きたいと思ってますでも予定よりかすごい早い時間に、リミットに近づいてるんでまああと1時間のうちに1匹釣れたら残り時間はずっと勝負に行きますおおよしよしよしあーキープおっしゃバッチしゃグッジョブよいしょGood bait. Yeah, yeah, I think hold on a little bit longer. Yeah. It is time. Another one very long. Yeah. Another one. Yeah. This type. A little bit longer, yeah. You try if you want. But we have a six fish. Yeah. Yeah. Now, window, try the big game. Catch bigger fish. Yeah. Yeah, I like that idea. That's a good plan.6匹のキーパーメイクを思った以上に早く達成し、勝負となるビッグワンを狙ってポイント移動。Now,We have a 11 pound, maybe. 1 pound fish changes 5 pound. June 12, 2. 日が高くなるに従って風が出始めるこの状況を読んでのポイント移動を繰り返すがのんきーばかりあと1匹のビッグフィッシュで上位入賞の確率はぐーんと高まるのだがプラクティスでビッグバスをキャッチしたタイヤのストラクチャーにもバスは見当たらず決め手となるあと1匹に手間取り気が少し焦り始めるおあメイソンティフ。可
しきれてんの。まであと1時間余り。風が出始めているだけにボート走行の時間を考え、余裕を持って会場に向かう。納得のいくウェイトをキープしてのウェインだが、キーパーメイク後のゲームに少し不満を残し会場に向かう。何キロぐらいがトップや？ちょっと前まで。13、13は届いてない。きっちりやって12かな。12がトップやで。12がトップ？うん。下野さん12。グレイト。Yeah。ハッピー。ケンゾさんだよ。6本で何本でいってる？ 12 がトップやて今。8パンぐらい。何パン？ 12 ちょっと。おー、腕振るんだ。すごい。あー、出ました。ネットで行こうか。うん、あ、これ列が透けななったみたいに思ったし。いいやん、いいの入ってるな。一緒。くっそ。No. What? Not this. Any tag vests? No, didn't see any. Okay. Be on the back. No, it's on the side, on the belly. Oh, yeah. Okay, go ahead. Masaki Shimono. Hi, yeah, Masaki, same way. Nice to see you. Nice to meet you. Three. That's something like that hat you have on. Brian Corrada. Brian? Same. Good to see you. That's a good looking cap you've got on there. Yeah. You guys have a limit? Yes. Today, my partner is a good job. He is a four bus catch Wawa in morning. Okay. Yeah. He's a good job. Good guy. Yeah. All right. He's a good job. You a good job? Yeah. Thank you. Yeah, I guess I'm lucky today. You caught him out? Nice. Wait, no, I got four. You got four of the six? I'd say he got a good partner. Good job. Yeah. The six weigh 12? 1290. Yeah. Hey, one of the bigger catches of the day. Yeah. Listen, Joe, you're up for bids tonight, right? Yeah. We'll see if the partner pairing in a little while. 1290. Ah! They know how to catch them everywhere. Boom! See you tomorrow. Oh, I didn't have a 7.26. You are? なんだよ、去年より全然悪いぞと。明日に繋いだ。いいもんね。去年のウェイトよりは落ちるね。あ、そうか。明日に繋げましょう。明日だ、明日。これは明日がない。下野さん明日。場所がない。4ポンド。僕は明日9ポンド。明日10ポンド釣ろう。4発出して2匹やで。うん、あ、そうなんだよな。今日は食い悪いよ。朝曇ったんに俺も騙されたわ一瞬。よしやり、俺の行こう行こう曇ったらいけって。騙されたよねあれね。騙された。魚が深かった。ラストチャンス。なんと初日はね11番やそうです。でね、上にね、強いやつが誰もいい。
はい、今日は、これがね、スタート2日目、トーナメントの2日目になるんですよね。そのスタートの朝なんですけども、昨日ね、1日目、思いがけない11位っていう順位でね、結構みんなあの魚を持ってるんやけど、小さい魚やってね。だから、これで僕の上にいてる10人っていうのは割と有名じゃない人なんでね。ただ、僕の下にね、5、6人あのデニブリュワーとか強いのがいるんやけども、まあとりあえず今日明日とリミットメイクしたら、僕の順位はそうは落ちてはいかないって思うんで、とりあえず上へ上へと狙っていきます。はい、今日2日目ね、これ朝一、あの昨日の一番、初日の一番いい場所に入ったんですけども、ここまで来るのが大変やった。もう琵琶湖の一番荒れてる時ぐらい、それぐらいの荒れ方で、もう今日はひょっとしたらね、多くの人が、リミットを持って帰ってこないかもしれん。あの昨日連れてた場所へね、行けない人が行さんいるかもしれん。あの僕が走ってきた途中で何台もあの諦めて引き返したボートがあった、さかいに。だから今日はね、とりあえず大きさ言わんと6匹釣ることを考えます。とりあえず6匹先釣って、ほんで時間かけて帰らなあかんから、戻るのにだいたい40分かかるところが、今日やったらこれ2時間はかかるやろから、だから差し引きね、釣りができるのが5時間ぐらい、5時間で6本のリミット、それを取るのだけ考えます。よし、あミス、ジャンプ、パス、バッツ、ノンキーノンキーノンキー、あーちっちゃい、あーノー little guy, huh? Yeah.Oh, maybe? No? No. Ah, small. Ah, it's too small. Too small. Need to get it. What the? Keeper? Maybe? Hook. Oh, sorry. Short, huh? Maybe? Maybe. But short. No. Ah, 12. Ah. 最後の1時間でポンポン6匹揃った。かっこいいのにな。Zero. No. No fish. What's going on at this lake? What happened? これしか取らない男と呼んでください。サミ出てた。シャロー。男してますやろ。初日の好調な滑り出しから一転して読みを大きく外す。風の影響か、それともポイントの選択ミスか、完全にバスを見失う最悪の2日目であった。はい。今日もまた3日目、風がめちゃめちゃ強い。もうみんなでボートをこれ止めて維持するのが大変。ね、昨日完全に風で失敗したんやけども、今日もとりあえず同じ場所へとりあえず勝負しに行くね。でかい魚は、あの僕が行ってるエリア、あそこが一番でかい魚がいるエリアやから、とりあえずあそこへ朝一行ってみて、取れへんかったら、すごい、また移動するかもしれない。いや、とりあえず勝負。
うん、今日ね、15パウンド、15パウンド取ったらね、ギリギリ障子に手が届くかもしれん。今んとこ、昨日の時点でね、30位が19パウンドかな。ただ、その人らが今日だいたいゼロ、28パウンドぐらいで終わると思うから、僕が28にしようって思うと、だいたい15、15取ってくるとジャスト28ぐらいになるんで、頑張る。Yeah. Woo. Oh, nice of you. Oh. Ah, dirty, rotten, scum-sucking dog. Road is down. Yeah. Yeah. 朝一番向こうへ行くつもりやったけどね、あの波の中ダボダンダボダンやっててね、こっちにキーパー場を見つけてたけどね、このキーパー場に来ないで、もし帰ったら腹立つしね、金野のやつ、まあ釣れたら釣れたでまた後悔すんだけどね、金野ここへなんで来えへんかったんかよ。でもこっから僕のもう一個のあの大門の場所まではね、40分かかるんですよ。ここはね、スタート地点から1時間、1時間ボートを全開してね、やっと来れる場所ですわ。あんまりにもキーパーバーとあれが遠すぎた。はあ、来年の課題やね。メガバックスもやめられへんけど、ノブオンバスもまたやめられんようになったね。もうほんと金のこっち側渡るのにね、すごい考えてたから、あの大きな場所でたどり着いたら一切波がない。こんな釣りやすいようになってたとはね。でパートナーに今バレたけど、1投目に出たからね、1パウンド半ぐらいが。おお、キープ。Yes, sir. Thank you.Same size or a little bigger? Nuts, you don't look any bigger. Oh, I didn't know you had a fish. I thought you had a fish. Yes, sir. Keeper, any? Huh? Oh. Oh, yeah.Keeper. Yes, sir. Love it, love it, don't you? Oh, that's small. Keeper. Oh. My fish keeper. Right?ああ、ただのキーパーだ。一生懸命釣ってるのに。これは金の欲しかったよな。金の上と思ってたらな。今のキーパーは、よし、キーパーだけど。今日はあれはただのキーパーになるんだ。ます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 悔しい。よいしょ。わかんない。よいしょ。
今ね、3日目が終わって、この絵はね、ホームビデオで撮ってるんですよ。それはね、なんでかというとね、これ見てください。バキバキに本体、もうボロボロです。これはね、もう本当今回はミードね、あれに荒れまくって、その中をね、1時間、2時間ボートで買っとんだらね、ショックで、このビデオカメラが全部ボキボキ折れて、壊れてしまったんですよね。だからもう本当にすごい荒れ方で、これでやっと3日目終わってね、ラスベガスの街はね、華やかやったけども、湖はやっぱしね、自然は厳しかったですよね。さあ、あとこの結果、3日間の結果ね、どうなるか、またね、これからあと。And what a memento to take home. That's really is nice. Sixth place, $5,000 all the way. The island of Japan, Mr. Kenzo Takanuga. $6,000 cash from Fallbrook, California, our 1993 Angler of the Year, Mr. Mike Gonzalez. And the money goes up. This is a man that I think is one of the unsung heroes. のバスフィッシングシーンで下野正樹ほどその存在価値を鮮明に印象づけるバスプロは他には見当たらない。本物のバスプロになったるやんけ。6年前彼の言い切ったこの一言がバスプロ人生のスタートとなった。バスフィッシングにのめり込めばのめり込むほどアメリカトーナメント参戦の夢は大きく膨らみ、プロ転職へのきっかけとなる。バスフィッシングの誕生の地アメリカ、その広大でスケールの大きいスポーツフィッシングに支えられたトーナメントにはビッグチャンスを手にする大きな夢とプロフェッショナルゲームが存在する。10年計画でアメリカトーナメントにチャレンジする下野正樹、その大きな夢は今現実となって一歩ずつ前進する。バスフィッシングにかける彼の情熱と純粋さに今改めて声援を送りたい。